改善が必要と認められる事項がありますので、文書指導として通知いたします。道から文書で指導を受けたのは、江差町の社会福祉法人アスナロ福祉会です。この法人が運営するグループホームでは、同居や結婚を希望した知的障害があるカップルに不妊処置を提案していたことが問題となっていました。やはり障害を持っている人たちの結婚生活という部分では、我々もケアの限界がやっぱりあるということですね。去年12月から監査を行っていた道は、これまでに不妊処置を受けたとされる当事者20人などに聞き取りを実施。その結果、13人が不妊処置を受けていたことが分かりましたが、入居の条件とするなど強制した事実は認められなかったということです。一方で、入居者への配慮が不十分なケースや相談の記録がないなど、改善が必要な部分もあるとして文書で指導しました。監査の結果としてはですね、非常に我々が、もしくは利用者が決定したことについて、尊重されていると思います。障害を持っている人たちが真摯にやっぱり、そのカップルになって、もしくは結婚して子どもということの領域のおける環境というか、こういうことはなかなか難しいというのは現実かなと思っています。問題が明るみになってから、一貫して障害のある人の子育ての難しさを強調する法人の理事長。実際に子育てを経験した当事者はどう見ているのでしょうか。私はもしかしたら出るかもしれないっていう淡い喜びがあって、やっぱりやらない方がいいなって思って、やらなかったです。脳性麻痺で生まれつき体が不自由な幼い美智子さん。中学生の頃、母親に不妊手術を勧められましたが拒否し、30歳の時に結婚して、その後男の子を出産し育てました。5年前、 HTB は幼いさんと息子さんを取材していました。不妊手術しないような、免れたっていうところでは良かったのかなっていう、やってたら僕は生まれてないので。私の横に息子がいるっていうことは、夢のような感じですね。幼いさんは、障害のある人も子どもを産み育てる環境を整えるべきだと話します。障害者の人はこれも産んで前提がなくてアドバイスしてくれていたら、子ども産める人たくさんいるんだから。障害のある人へ今後も不妊処置を提案するのか。道の指導を受け、法人の理事長はこれからの方針を語りました。うちの法人では、促進するわけではないけども、やっぱり、そういうことは今後のまた一つの選択肢の中に備えていかなきゃないかなと思っています。